どこを見てもカリスマしかいない。ワクワクがいる。え、一世くんいる。え、ポンちゃんいる。っていうワクワクはずっとあるんですよ。要するに価値を上げるっていうのをやってます。ご覧の通り祭りです。すごいよ。祭りですね。すごいよ。難しいですね。天山屋です。やっぱりみんな志高く集まってきたメンバーだったり、大阪店で活躍してる人っていうのはやっぱりパワーすごかった。誰の営業が見て面白かった？みんなそれぞれ違った切り方とか、まあ、違った回し方とかするんで、それがまたみんな違うんですけど、みんな本当に上手いしみたいな、みんな可愛く作り上げるっていうのは本当誰見ても勉強になりました。大阪から出張で来てるんですね、はい。始まっちゃった。そうですよね。ってことは一斉チームになるんですね。はい。ってことは一斉チームは月に何回かこっちでサロンワーク。あ、そうですね。月に2回は来させてもらってて、じゃあ皆さんも月に2回は来る。2回来れたらめっちゃいいっすね。はい。わあ、ヘアキャプさん、こんにちは。よく見させていただいてます。今日は朝一からいらっしゃったんですか？朝一からいますね。東京メンバーなんで今日伝説が始まりました。美容業界が変わります。本当にいいものしか提供してないんで、お客様がそれ理解していただいてて、シャンプーのお話したら勧めてくれてありがとうって、これ買って家で使って私これから綺麗になれるって言って帰ってくださるんで。今日営業してて印象的だった部分がありました。印象的だったことはどこを見てもカリスマしかいないですね。確かに全てのスタッフがカリスマで、全員が協力して一丸になってやってるのが感じられたんで最高でした。普段って5人ぐらい一気にバッて並ぶ、はい、いやでも3枠だったんで。3枠だ。今日やばかった。今日何枠？結構多くて。やばかったよな。でも今次回予約シーズン今んとこ 100% です。いやー感無量ですね。感じるものが多かったです。そうですね。なんかこう夢の中にいるような感じですよね。僕の中でまだ、え、岩君いる、え、一世君いる、え、とんちゃんもいるっていうワクワクはずっとあるんですよ。なんかそこにはずっとこう慣れないでいたいというか、そのワクワクをずっと持ち続けたいんですよ。それを感じれるだけで夢の中にいるんです。計算する必要がなくて、16人中16人いただきました。これはマジでやばい。やっぱちょっと負けてるわ。いや、そんなことない。盛り上がり方がでも確かにみんなすごい。いや、マジですごいっすよ。本気ですごいっすよ。マジでちゃいますね。なんやろ、軸が違う。今日僕めちゃくちゃ営業最後に一人だけしに来たみたいな感じ。あ、なるほど。だったんですけど、それでも感じる違いはめちゃくちゃありました。パワーもやけど、ハッピーオーラがマジでちゃう。言ってますね、ずっとね。スタイリストが出てるのは当たり前じゃないですか、はい、アシスタントみんな出てたんですよ。それがマジでエグくて、それってなんか表面的にインスタ映えとかそういうのだったら出そうと思えば文字で起こせるじゃないですか。じゃなくて実際にこう入った人間が、お客さんが感じるって本物やなってマジで思いました。それが今出してるサロンって多分世の中ほとんど多分出したら多分ないぐらいの勢いだと思うんですけど、それが出てるっていうのが、僕は今日来てだからみんな売れてる人たちについてきてるんやって、ストイックさももちろんなんですけど、ハッピーにさせたいっていうのが前面に出てるのがすごい感じました。みんなくんのお客さんとか100% 自家予約取ってったみたいな。稲君もすごいですけど、はい、アシスタントがすごい上手いだけで来ないっていうのを今日僕は逆に私もらってめちゃくちゃ勉強になって、ありがとうございます。今始めたばっかりで分かんないことって絶対あると思う。
し、技術して喋って結構大変だと思うんですよ。車も一緒で、最初運転する中でアクセル踏んで左右見てハンドル切ってとか、最初はできなかったけども結局やってたらできるってことってあるじゃないですか。できないことをやってるうちって自分のキャパを広げてる最中だと思うんですよ。なので今はできないことって絶対あると思うんですけれども、僕もまだまだお客様にもちゃんと伝えたいことも伝えられないっていう時があるんですけど、伝えていくっていうのをちゃんとしていくとお客様の信頼関係っていうのも絶対につながってくるので、よろしくお願いします。はい、はい、はい、素晴らしいね。素晴らしい、素晴らしすぎた。今だけ、これね、勝利君も言うんですけど、ネックスもそうで、全国の美容師が、ね、今やろうとしているのがこれなんですよ。美容師の価値を上げるっていうのをやってますね。はい、この後喋ってもらうんですけど、あ、喋りたいってうるさいんで今頑張ってくるんですけど今日見た？すごいね。僕ちょっとしか働いてないんですけど、皆さんのなんかハッピーオーラが僕はめちゃくちゃ逆に勉強になりまして、僕ネックスって美容師で働いてるんですけど、負けてんなと思って今日僕が逆に勉強させてもらったんで、それを持ち帰って、皆さんのようなハッピーオーラでみんな働けるような環境にしていきたいなと思います。またお邪魔させてもらって、今度は一日サロンワークさせてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。明日同じミスをしないっていうこと、それだけでちょっと進めたいと思うので、同じミスをしない、それをちょっと意識してやっていきましょう。はいはい、はい、じゃあ明日は10時集合、10時集合になりますので、みんなが本当に頑張ってくれたおかげです。本当にこれがね、アイドットの仕組みじゃないと生み出せない、それを考えたのが山内です。お疲れさね、皆さんが頑張っていただいてみんな頑張っていただいて東京はちょっとゆっくりさせてもらって、でも明後日大阪帰ったら37人くらい切らないとだから大阪の皆さんをね、僕はないがしろにできないんで、東京も大事ですけど、僕はもう西を守るのでやってます。あの人がやった本気でいかつかった、やばかった、やばかったやばかったあの人と菊池さんの本気はやっぱやばい、やばいですか。もうね、綺麗、全てが所作が仕事、でも真似しようってなった。 Shut up.